これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2-1、愛知相手陣46ヤードからセカンドダウン2。ナイスダウン、ファーストダウン。ランニングバック35番、オプションプレーのピッチを受け右オープン展開、ファーストダウン獲得です。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフサイド、佐藤健です48番、ペナルティはリクライ、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。しかしこの反則を愛知は取りません。したがってプレー有効でファーストダウン。プレーナンバー2-2、愛知相手陣39ヤードからファーストダウン点。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー11番にパスを通し、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-3、 愛知相手陣31ヤードからセカンドダウン3。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー11番にパスを通し、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-4、 愛知相手陣29ヤードからサーダウン残り1ヤード。愛知ファーストダウン。クォーターバック8番、オプションプレーで自らキープ、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の、失礼しました。プレーナンバー2の5、愛知相手陣26ヤードからファーストダウン点。クォーターバック8番、パスを投じようとして右方向にスクランブル、約5ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-6、 愛知相手陣21ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。クォーターバック8番、エンドゾーンへのパス密集点を、しかしこれは佐藤建設カバーし、パス不成功でサードダウンに変わります。プレーナンバー 2-7、 愛知相手陣21ヤードからサードダウン5。パス不成功。クォーターバック8番、
パスを投じましたが、このパスを11番キャッチできず、フォースダウンに変わります。プレーナンバー2の8、愛知フォースダウン5、フィールドゴールトライ。キックレングス36ヤード。キック成功、3点獲得。愛知ゴールデンウィングス3点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。プレーナンバー2の9、愛知ゴールデンウィングスキックオフ。先ほど得点を挙げた愛知のキックオフで試合再開です。キッカー10番、佐藤建設リターン。佐藤建設陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー2の10、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。中央へのランプレー。しかしこれは愛知のアジャストによりノーゲイン。キャリア9番、プレーナンバー2の11、佐藤建設自陣24ヤードからセカンドダウン11。ランニングバック9番、右オフタックルを突き密集点を右にバーンアウトしてオープンへ展開。ゲインは約5ヤード。プレーナンバー2の12、佐藤建設サーダン4、ボールオン自陣31ヤード。不成功。クォーターバック15番プレイアクションからワイドレシーバー91枚のパスでしたが、91番ジャンピングキャッチするもキャッチできず、フォースダウンに変わります。レフリータイムアウト、ウォーターブレイク。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー 2-13 佐藤建設フォースダウン4パントフォーメーションを選択。パンター15番ボールオン和地陣31ヤード このパントは愛知陣45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー 2-14 愛知自陣45ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー17番にパスを通し約8ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-15 愛知相手陣47ヤードからセカンドダウン2。ナイスディフェンス。愛知ランニング枠25番のドロープレーにを仕掛けましたがこれはアジャストされ約3ヤードのロス。プレーナンバー 2-16 愛知相手陣49ヤードからサードダウン4。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー17番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-17 愛知相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー1番にパスを通し約3ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-18 愛知相手陣36ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック8番プレッシャーから右に流れつつロングパス、しかしこのパスは通らずパス不成功でサードダウンに変わります。プレーナンバー 2-19 愛知相手陣36ヤードからサードダウン7。前半残り時間は1分56秒、指定55秒に訂正します。
パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番18番にパスを通し、ファーストダウン攻撃権更新。ここでホイッスル、チームタイムアウト、愛知ゴールデンウィーク。愛知前半1回目のタイムアウトを取りました。1回目。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。愛知前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-20、 愛知相手陣23ヤードからファーストダウン10。試合時間残り前半1分40秒。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ウェイドレシーバー1番にパスを通し、1番キャッチアンドランでファーストダウン。攻撃権更新。プレーナンバー 2-21、 愛知相手陣11ヤードからファーストダウン10。成功。ターゲット18番、ゲインは約8ヤード。ここでホイッスル、チームタイムアウト、愛知ゴールデンウィーク。前半2回目です。愛知前半2回目のタイムアウトを取りました。時計止まりまして前半残り時間46秒。愛知前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-22、 愛知相手陣5ヤードからセカンドダウン4。前半残り時間は46秒。パス不成功。ターゲット11番、しかしオーバースロー。サーダンに変わります。プレーナンバー 2-23、 愛知サーダン4、ボールオン相手陣5ヤード。前半残り時間は41秒。
ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード抜体となりまして、サードダウンやり直しです。プレーナンバー 2-24 愛知、サードダウン9、ボールオン相手陣10ヤード。前半残り時間は40秒。インターセプト。クォーターバック勝ちはミドルゾーンへのパス。しかしこのパスを取ったのは佐藤建設スタンディングベアーズ。したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー 2-25 佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣6ヤード。ランニングバック2番、ハンドオフから中央突破、しかしゲインは1ヤード。ここで前半の時間がなくなりました。第2クォーター終了、ハーフタイムです。第2クォーター終了しまして、愛知ゴールデンウィングス3点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、愛知3点リードで後半戦に移ります。